<laughs> すみません。は <laughs> はい、えー、どうも皆さんこんこにちは人ですということで、今回はですね、えー、日本ハム西川選手について、えー、ちょっと触れていこうと思うんですけども、まあ、西川選手ね、この間、あのノンテンダーということを日本ハムファイターズさんが発表しました。まあ、ノンテンテダー 何言ってんのかよくわかんないなっていう感じなんですけど、あのまあ、とりあえず FA 権を持った選手をなんか自由契約にしました。ということで他、まあ、球団と、まあ、契約交渉ができるということなんですけども、で西川選手はですね、えーまあ、てかこの日本ハムファイターズの動きを、ね、結構批判されてはいるんですけど。 正直ね、あのーまあ、球団としては、まあ、その西川選手、太田選手、それから秋吉選手とはですね、まあ、年俸を、ね、下げた上で大幅に減俸して再契約したいんだと思うんですよ。ただそれをやろうとすると FA 権というのを使われて、まあ、どうしても年俸を釣り上げざるを得なくなってしまうので。 で、FA 権を使われてしまうとめんどくさいですし、あのー、ということで、まあ、とりあえず、減法再契約を狙うためにですね、まあ、チームの年俸カットですね、をして、まあ、適正価格で契約するために、まあ、今回このような手に出たということで、まあ、ちょっとこの策を誰が考えたのか分かりませんけど、まあ、まあ、分からなくもないかなっていう気持ちではいます。で、 まあ西川選手に関してはね、ちょっとあの本当に僕はすごい評価してるんで、あの西川選手、ヤクルトが取ってほしいんですよね。<laughs> あの端的に言うと、西川選手を欲しいです、あのヤクルトに、えーな。なんでっていう、なんでって話はこれからしていくんですけど、えー、西川選手、現在29歳ということでね、えー、来年30歳のシーズンになってくると。 いうところで、まあまだまだこれからいける選手ですよね。まあ西川選手に関してはね、えー、まあ見ていきますけども、まあ1年目から、えー、結構試合に出てまして、でまあどうですかね。2014年かなやっぱり二割6分五厘、ホームラン8本、で3塁打13本、で盗塁43個、えー、という感じで、まあこれが一番、まあ、ブレイク ししたたシーズンでですかかねね結結構構この時とか、ね、結構長打力があるなって感じでした、ね、思ったより長打力あって結構面白い選手だなっていう印象でしたけど、まあ、そんな西川選手ですけど一、まあ、軍でコンスタントに試合に出続けましてヒットも安定して重ねているただ2020年メジャーリーグ移籍を考えたんですけどちょっと話がまとまらなくて。 まあメジャー移籍はままならなかったということで、まあ2021年のシーズン、なんかちょっとファイターズファンの話を見ている、なんかちょっとモチベーションが下がったみたいな、メジャーに行けなかったことでモチベーションが下がってしまったような、そんな話を聞いた、そんな感じのことを本人が言っていたみたいな。 話を、あのー、聞いたんですけど、まあ、これはちょっとよくわからない、まあ、根拠がないというか、そうそう見てないんで、何とも言えないですが、まあ、でも数字を大幅に落としてしまったことは事実、2割3分3厘、ホームラン3本という数字ですね。で、まあ、こ,っからこれからの選手のえ西川選手の成績ですけど、まあ、今シーズンの成績から導いたんで、まあ、非常に数字は低い数字になってしまっているんですけど。 まあただね、えー、そうですね西川選手の特徴である高い出塁能力なんかは結構、えー、終盤でも、えー、生きているっていう感じですしですね、まあ、あとはちょっと長打力がこのシーズンね、あれなんですけど、まあ、これはしょうがないかなと思いますね。まあ、年齢的にはもうそろそろ長打力は衰えてきてもおかしくないぐらいの時期なんで、まあ、ただ、あんまり大型の選手じゃないんで機動力って 足の速さっていうのはなかなか衰えないかなというふうには思ってるんですよね。なので、まあその辺は安心というか、うん、大丈夫かなみたいなことを思ったりするんですけど、はい。まあそんな西川選手ですけども、西川選手の最大の特徴はね、もうとにかくフォアボールをもぎ取る能力ですね。まあ、2020年はね、えー、三振よりもフォアボールの数の方が多いというシーズンを過ごしまして、BBK1.1 と、えー、素晴らしいですね。 で2021年も調子が悪かった中で BBK は0.9とやはり好調であるとこの選球眼素晴らしい選球眼には衰えがないということが分かると思いますまあ、他のシーズンを見ても BBK の値は非常に安定していてですね特に、えー、2015年、えー、ブレイクイーン次の年かなこの年から見ていきますけど、まあ、BBK がね、跳ね上がるのがやっぱ2018年ですね フォアボールの割合が急に増えてってっいう感じですねでそこから BBK0.8 以上コンスタントに記録しているということでこの選球眼と出塁能力っていうのがもうとにかく凄まじいってことですね打率自体はね3割いくかいかないかぐらいのバッターなんですけど出塁率は4割近いというこの安定感この出塁能力がまあ非常に評価される選手ですね。 でまあ見ていきますとね2018年急にフォアボールが増えますけど、あのー、ちょっとボールダムスイング率が明らかに下がりますねこのシーズンから、まあ、2019年ちょっと増えたりはしますけど、まあ、基本的にボールダムスイング率15%台というねすさまじい選球眼すさ、えーまあ、まじくバットを振らないようになりましたねそれまではまあスイング率20%ぐらいでまあ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 ボールまあこれでもかなり見えてる方なんですけど でただゾーンスイング率もねまあ下がっているので、まあ、ゾーン管理能力という意味においては、まあ、平均よりちょっといいぐらいの感じではありますけどとはいえここの、えー、ボール球を振らない選球眼の良さっていうのは、えー、非常に素晴らしい、えー、数字になってきますボール球へのコンタクト能力もね非常に高くて、まあ、コンタクトコンタクト能力に関しても非常に良いので まあ全くバットを振らずで、まあ、振ればまあほぼほぼバットに当たるみたいなね、そういう安心感のある選手ですね。はい、こ,のこの出塁率これ、これがね、欲しいんですよ。これが欲しいんです、僕は。 でまあ、打球の傾向を見ていきますが、まあ、皆さんご存知だと思いますが、まあ、ゴロは多いタイプですね。はいまあ、基本的にゴロは多くて、えー、まあそうですね、ラインドライブの割合もまあ10%ぐらいって感じですかね。2021年はちょっとラインドライブの割合が下がってますけども。っていう感じですかね。まあ、あまりパワーのあるタイプのバッターというわけでもないです。 で打球傾向もね、まあ、基本的にはもう、まんべんなく広角にどこにでもヒットを打つっていう感じのタイプのバッターであることは明らかですね。2017年は珍しくね、この引っ張り方向の打球の方が少ないっていう、結構面白いシーズンだったんですけど、まあ他はまあ大体、どこもま,あまんべんなく飛ばすと。 で、まあ、打球の質っていうのもね、なんか、まあ、その西川選手みたいなタイプのバッターのハードヒットの割合を見ても、まあ、しょうがないかなと思うんですけど、それでもまあ、ハードヒットの割合4割超えてる時もありますね。2017年か。2017年、ホームラン9本、スリーベース6本って感じですね。まあ、でも、ツーベースの数が急に増えてますね。まあ、このあたりですかね。うん。まあ、そういうタイプのバッターです。 で最後、守備見ていきますけど、まあ、西川選手はね、まあ、センターで使われてますが、えー、肩の評価が非常に悪いですね、まあ、実際、これはファンの間でもまあ評価決まってますが、まあ、肩が悪い、肩が弱いえ外野手ということで、えー、まあその辺は評価は皆さん一致していると思います。まあ、肩の弱さっていうのはね、まあ、しょうがないでしょう、これはもう仕方ないので、向き合うしかないんですけど。 まあ、レフトとして見れば、まあ、多少、肩の弱さは補えるのかなと思うんですが、まあ、僕が、ねえー、西川選手をヤクルトに欲しいと言ったのは、ねえー、なぜかというと、まあ、一塁でで使いたいたからなんですよねあの西川選手は2016年は最後に一塁での出場がないですけど、まあ、あの一応、一塁をやってたと2014年あの一塁手を233イニングも守ったという経験もありますしこれです。 あのヤクルトはですね、まあ、今シーズン1塁でオスナ選手を補強しましたけど、まあ、オスナ選手は確かにね、えー、チームの序盤の快進撃を支えてくれた、あのー、いいバッターであることに変わりはないんですけども、まあ、シーズン終盤は結局失速してしまってですね、一気に数字を落としてしまったと。まあ、そこにね、あのーで、あとはオスナ選手がね、あのー、フォアボール選べない、えー、フリースインガーなところがあるんですよ。それを考えるとですね、一塁の選択肢の一つとして、 まあ西川選手がいてもいいかなと。加えて、あのー、ヤクルトのレフトは青木選手なんですけど、まあ、青木選手もねちょっと年齢的に衰えが見えてき,たきましたし、まあ、ちょっと外野手のバックアップはちょっと欲しいなと、まあ、もちろん若手の俊足外野手を取ったり丸山選手を取ったりしましたけどドラフトで、まあ、とはいえねあの選択肢はいくつあっても困らないと思いますんで、まあ、西川選手を取ってしまおうっていうのは、まあ、ありだと思うんですよね。僕は選択肢の一つとしてすごいチームの オプションの一つとして、西川選手がすごい欲しいんですよね、まあ、一塁とレフトみたいな、出塁率高いみたいな、まあ、もちろんね、ちょ,ちょっと一塁、レフトには長打力が欲しいんで、まあ、そこは物足りない部分になってくるかと思いますが、まあ、ヤクルトにはね、セカンドで、あのー、非常に大きなプラスを生み出してくれる山田選手、それからまあ村上選手がサードにいてで、サンタナ選手がライトにいるんで、まあ、長打力をね、えー、期待できるバッターっていうのは、ある程度もう揃っていると言っても過言ではないんですよ。 まあそのチーム状況を考えればですね、えー、一塁レフトにまあ、ヘタン俊足出塁寄りのバッターがいてもまあ、問題ないかなと。ヤクルト一時期、あの、福地選手いましたけど、福地選手レフト守ったりしてましたがその福地選手的なね、感じで使いたいんですよ。はい。っていう、っていう話なんです。うん。だから、西川選手がヤ、ヤクルトはちょっと西川選手を補強することによって、 一塁と、まあ、あと青木の負担を軽減するということをやるべきだと、やるべきだと僕は思います。はい、チームの方針として、えー、これは絶対に必要であろうと考えているんですけども。はいはい、ということなんで、ちょっとヤクルト球団はあの西川選手を獲得しに行ってください。お願いします。 そんな話です。まあでもとにかくまあ、西川選手まあ外野が空いてる球団っつってもねちょっとあれなんですけどまあ西武ですねあとはあのー、ライオンズもねちょっとセンターが、えー、戦力不足っていうところでまあただ西川選手センターとしてはちょっと。 あれなんですけども、まあ、まあ、センター、あれか、若林選手がいるか、まあ、外野両,両翼、特にレフトみたいなところで、まあ、西川選手を補強するっていうのもありですし、まあ、外野が足りない球団ですね。で、できれば両翼が足りない球団、両翼というか、まあ、レフトが足りない球団は、西川選手をね、補強していくべきなのかな、みたいなことは思いますけどね。うん、まあ、さすがにこの西川選手、 ノンテンダーになったのをね他球団が見逃すとは思わないんでね多分争奪戦というかある程度獲得競争になるんじゃないかと思うんですけどもねはいということで今回はそんな感じで西川選手についてでしたはいまあ僕はヤクルトで西川選手が活躍している姿が見たいですはいということでお疲れ様でしたバイバイ